で、あれ追いかけられるかというと、ちょっとね、厳しい。そう、右が走れるかっていうと、もうこの空冷エンジン爆発するんじゃないかっていう。まあね、後ろ今大型トラックなんで追いつかれないだけなんですけど、ああいうさっきの車みたいのが来るともうただただ邪魔な存在になってしまうんで、まあね、基本的に右は走れないですね。そう、まあ左走るにしてもこうやって遅い車を見つけないとちょっと厳しいですね。そう、だから朝早くツーリング行くときとか高速乗っちゃうと結構左でもきついですね。うん、あ、これ多分もうついてけてないかな。うん、ついてけてないねっていう感じになっちゃうんで、ちょっとね、